昼も投げたぞ。嘘。ああなんかびっくりですみたいな、なんかちょっと考えようかなみたいな、うんちょっとまた考えようかな。落語の余韻に浸ってくれてありがとう。私はなんかねえ、私もさなんか落語のさ余韻にも浸れずさ前へ進んでいかないといけないからさ、ちょっと余韻に浸りたかったけど、もうなんか浸る間もなく、明日はオフ、明日はオフだけど、でも予定ある、楽しみな予定、ゆっくりできる。貝柱さんバラありがとう。でそしてその次の日は完全なるオフだから、私はもう引きこもってやるんだ。私は貝柱さん、みゃんこ先生、ぼやっきーさん、バラありがとう。うわー、落語の宣伝見たのでお話し会取ろうと思います。ありがとう、ありがとう、嬉しい。本当ですか本当。バレンタインは何ですか、バレンタインって。んば、んば、ば、ば、バリ、バリ、んバリ島、バリ島、バリ島のトラベル、んちょっとだけでも嬉しい、ありがとう。いやもう無敵よ、もう無敵。いやーみんなありがとうございました。落語期間ちょっとそうな感じで頑張ってたから、ちょっと反動が来ているのかもしれません。それ山冬美、だるまありがとう。落語のブロマイド届いた、ありがとう、ゲットしてくれて嬉しい、ありがとう。スラムダンク見まくるね、ちょっと お布団の中で、あったかいお布団で。でも明日も朝配信する。ちょっとみんなと話すとやっぱ元気出てくる、やっぱりみんなと話すと元気が出るよ。ありがとう。ビロコウさんバラありがとう。野口さんもバラありがとう。ヨーグルト明日1キロ食べるよ。あ、牛乳買ってこないと、作りたいなって思って。ビロコウさんバラ、野口さんバラありがとう。あ、2度目も言っちゃった。どうやろね明日。バレンタインってそんなイベントなんですか。なんか大切なイベントか。ハーリーさんお手紙ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。マサルさんレインボースター、ひまわり29さんバラありがとう。やっぱ楽しいわ。スラムダンク今8話目、頑張って。私そうメールにも書いたんですけど、やっぱスラムダンクってほんとみんな大好きな作品なんだなって。なんかスラムダンクで、スラムダンクのお話でなんか花が咲いて今日はだからラジオも30秒前、本番30秒前までずっとスラムダンクの話してた私人の話好き、人の話を聞くのがすっごく好きなので、スラムダンクでこういうのが面白いんだよって教えてもらえるのすごい嬉しかった今日。そうスタッフさんとか、そうみんなラジオ聞いてくれてありがとう。スラダンは今8話目で、
ゴリがいいですね。ゴリが、ゴリがいいなね。でもスラダン、スラダンいいな、面白いなって思ってる。うーん、夢のハイテンション。りょうじいさんお疲れ、ありがとう、ありがとうもありがとう。令和落語についての感想とか、なんか昨日もし昨日配信ができたらさ、まあ0時過ぎてお家帰ってきたから無理だったけど、みんなの話とか聞きたかったけどさ、できなかったから、なんかみんなどうでしょう。まあお話し会できっと皆さん聞かせてくれそう。なんかね、 D 日程も今日から始まったみたいなので、皆さんには、皆さん話したいことがあったらぜひ私に話しに来てください。やっぱ安西先生好きやな思った。なんか安西先生はなんか、え、違う、やっぱりね、マチャリンさんいらっしゃる、マチャリンさん来てる私の配信、嬉しい。マチャリンさん、マチャリンさんと2日目に会えて、あ、令和落語のだと4日目、選ぶマチャリンさん、会いたい会いたい、かわちい、会いたい、ただちいさんバラありがとう。あー、まさるさんありがとう。シャム猫、シャム猫、マチャリンさんYouTube 見たんですよ、マチャリンさんで、もうあのチャンネル登録もして、面白い、かわいいってなる、かわいいの、そう、マチャリンさん、やもう、もう顔が天才一日だけど会えて幸せ、幸せだった、私もラブだった。もっとねえ、星投げてくださってる、優しい、めっちゃ優しい。そう、うーん、令和落語、あのマチャリンさんのあのファンの方がうまって書いてある、まあマチャリンさんのまあって書いてある T シャツ着てる人いた、おーってなった。マチャリンさん、え、うん、りょうじいさん60日おめありがとう。顔が天才なの、本当にヘアセットしてる時のあのあれが好き、ヘアセットしてる時の映像めっちゃ好きだった。 YouTube お尻チェックしてください、鍛えよう、もっとイケメン、イケメンイケメンお尻、 AKB の、そうなんだ、あの T シャツうまーって、まあそう、同じ、そう、ストレス発散方法はマチャリン、マチャリンさんのショールームを見ること。おいさまコーヒーさんバラありがとう。ズーデスさん60日おめありがとう。イケメンお尻、かわいいお尻、マシャリンさんのお尻確かに触らせてもらってない。次は私がマシャリンさんのお尻チェックしよう。また会えたらいいな。どうしよう、また1年後令和落語、え、そう、おうち、おご飯、おご飯いただけるんですか手料理。おひさまコーヒーさん、お紅茶ありがとう。キーさん60日おめありがとう。タッキーも60日おめありがとう。おひさまコーヒーさん60日おめありがとう。ようくんバラありがとう。フォーユーさんハートありがとう。お尻愛になっちゃう、
え、嬉しい。チャリンさんがいらっしゃる、嬉しい。共演したい。私もマネージャーさんに、うん、チャリンさんに会いたいですって言っとこマネージャーさんに言ったって、うん、楽しみ。その時は、確かに、もしマチャリンさんとあの2人落語があるんだったら最高、最高すぎる。 You can do it。 Clap clap clap。 私はマツコ、そうマツコ。エイル可愛いよね。ワン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 、めっちゃ好き。うん、テイルか、テイル。テイル、お話好きだと。落語ってやっぱ面白いね。落語面白いね。やっぱ楽しかった。夢のような時間、うん、夢のようなずっと笑ってる時間だった。パリドッグ。私も。月が綺麗ですねって、月が綺麗ですね、うん、月が綺麗ですよ。そう、今日は雨あ、勘が悪いな。アンドーナツさん、バラありがとう。いやもうだって私本当に 寝ながらこうやって夜とか寝ながら頭の中でこうやってあのセリフをこうやって言ってたんですよ。例えば天の橋、橋がないんだって、え、天の橋だって、あ、なんだって、なんだって、え、なんだって、天の橋だって、そんなこと言ってないじゃないのバカだね、なんだってって言ったの、ね、なんだってって言ったのか、天の橋だってって聞こえたよ。あ、橋が、橋がない、あ、歯がないから聞こえづらいんですよ。あ、歯がないって言ったか、あ、歯がないって言ったか、あ、橋がない、違う、橋がないなんて言ってないよ、歯がないって言ったんだよ。いや、橋がないとも言ったんだよ、ばあさん、橋がない、ばあさん、ばあさん、言わないでくださいよ、自分で取りに行きなさいよ、お前が台所にいたんだからお前が取りなさいよ、自分のものは自分で取りに行きなさい、私が死んだらどうするの、何もできないでしょ、ほんと天の尺だね、え、天の橋だで、もういいよ、もうこれをずっとふんって、もうずっと頭の中でこうやってうわーって、ねーずっとやってた、もうそれがそっからもうないんだって思うと、あー、もう 寝ながらこうやってこうやって言うこともないんだって思うと、そう、大丈夫、もうちょっともう大丈夫。アンドーナツさん、バラありがとう。そう、二人落語も一人落語みたいなもんですよ。あー、箸がないんだって、あ、天の箸だて、そんなこと言ってないよバイリンガルさん、60日おめありがとう。なべなべ所長、60日おめありがとう。落語ありがとう。いや、ほんと多重人格、いろんな人格、ほんと。ジャパンイモーション見ました、演技力高かった、嬉しい。ジャパンイモーション見てくれてありがとう。そう、ジャパンイモーション、ね、初めてアフレコに挑戦して、そう、アフレコでも私声優さんのお仕事とかしてみたいからすごい嬉しかった。3月12日お嫁さん風、お嫁さんの演技、落語で培った演技。私本当に脚本演出家さんの演技のご指導がすごい好きで、もっと演技のお仕事に挑戦したいなって思った。サバトラ猫さん、バラありがとう。キーさんもバラありがとう。カワちゃん60日おめありがとう。マウさんも60日おめありがとう。
そうなんですよ、頑張るね。うん、声優にしか見えなかったよ。すごい嬉しい、ありがとう。優しい。瀬戸内のおじさまさん60日おめありがとう。タッキーさん60日おめありがとう。白崎さん60日おめありがとう。すごいね、たくさん。瀬戸内のおじさまさん10個もありがとうありがとう。そうなんですよ。そう、ジャパンインモーションもすごい楽しい。そう、ツアルロケ楽しい。しかも美味しいものとかも食べられるんですよね。だから嬉しい。明日も、そう、 STU のリクアワも決まって、うん、だから STU のリクアワ楽しみね。なんか折り面、なんか楽曲の投票であって、なんか折り面は出てくるわけじゃないのに、ご注意をみたいな書いてありましたよね。いやん、好きになれただけで幸せだとかさ、投票したらほのたんさん出てこんかなね。折り面、折り面しか勝たんよ。なんと言っても、やっぱ私やっぱ解雇中やけ、折り面ラブよ。表情の作り方いいなと思って、嬉しい。でも私あの 2.5 次元舞台にすごい出てみたいって思ってるんですよ。だからいつか挑戦させていただけたらいいなって思う。 STU48 としてね、挑戦したいと思う。私はやっぱアイドルが好き。アイドルしながらそういう新しいことに挑戦できたらいいなって思います。やっぱなんか思ったんですよ、ご挨拶する時も STU48 の工藤理子ですっていうのが私は好き。そう、なんかやっぱ瀬戸内が好きやな思う。そうジャパンインモーション、フランスでもね、そう放送されるから、みんなフランスに行きな、もし見たい人。そう、東京では放送されてないけど、西日本と西日本テレビさんと、あと北海道のテレビ局さんで変なのやってます。そう、放送されてるんです。私でも投票、みんなが好きな曲にしてほしい。でも春夏秋冬が入ったら嬉しいよね。僕らの春夏秋冬、卒業面出てきたら激アツどころじゃないでしょ。声出る、声出し OK なのかな。いいね。ぽいしょぽいしょ。あー、ヨーグルト食べたい。夢力出そうぜ。うん、かゆ。春夏秋冬ね、投票した、ありがとう。投票もさ、なんかファンクラブの方からとか、モバイルメールの方からとか、いっぱいやり方あるよね。 DMM とか、声出し OK だといいな。そしたら夢力とかめっちゃ盛り上がるんじゃない。野口さんありがとう。お茶、お紅茶、文ちゃんハートありがとう。あー、ヨーグルト食べたい。としきさん60日おめありがとう。まあ今日早く寝よう、早く寝て、今日はあもうこんな時間か、8時46分。23時までにはもうお布団すやーしときたいな。タッキーさんハートありがとう。ちょっともう私今何なんですかね、なんか眠になる時間になってきました。千歳ちゃん60日おめありがとう。え、私が配信60日も続けてるの、なかなかびっくりだ自分だけど。うん、あとはメール送るだけ。え、なんか STU の曲ってさ、あの STU の曲ってやっぱ静かに
聞き入っちゃうよね。わかる。春夏秋冬と船折り、あと、うん、ロマンティック病があったら私もう最高なのに。うーん、 STU の曲だからね。うーん、小田恵里奈さんが私のこと知ってるんですか。なんで。千歳ちゃんバラありがとう。あ、後悔なんかあるわけない。確かに後悔なんてあるわけない。それいいな、確かに。うーん、チュ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 、誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方から告白な、自分の方から告白なぐり言ったしないよ。だって突然、これはどうでしょう。マリさん60日おめありがとう。広島港パセリーさん60日おめありがとう。ボヤッキーさん60日おめありがとう。ノアピ頑張れ。え、思った。おばあちゃんもさ投票できるじゃん。ふざけちゃうんと思った。めっちゃおもろいやん。 STU チュ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 、おばあちゃん、ふぅ STU フォリエー。え、20位がおばあちゃんだったらめっちゃ嬉しい。私がじゃあそのあれ言うわ、歌詞。The angel is coming down for you. Are you coming down, Seto Uchi? ゆえさん60日おめありがとう。しいたけさんも60日おめありがとう。いや、暗や、え、1位何なんだろうな。瀬戸内の声。でもなんかみんなが、私まだ陸泡とか経験したことないから、でも春夏秋冬が入ってたら嬉しいな、本当に。春夏秋冬が入ってたら嬉しい。ノリオスさんバラありがとう。伊藤博さん60日おめありがとう。春夏秋冬なんかどんなし、どういう感じであるのかわかんないけど、リクアはあのなんだろう、そのメンバーが踊ってる姿が見たいとか、その曲が自体が好きとかいっぱいあるじゃん。私は純粋にみんなが好きな曲を投票してほしいけど、いやー、春夏秋冬でしょ。私は僕らの春夏秋冬で決まり。でもやっぱみんなの、うん、みんなの聴きたい、うん、好きな曲、純粋にみんなが好きな曲知りたいよね。空友さんバラありがとう。うん、ね、一人7票までいけるんや。あ、全部登録とかしとったらね。そっかそっか。わあ、人生方向音痴さんニョキニョキありがとう。確かに花だれ公園の曲ばっかり。え、なんかちょっとなんかね、確かに。なんかみんな何の曲選ぶんだろう。でもどのメンバーが披露するとかもさ分かんないじゃん。めっちゃウケる。 STU プライム投票できない、人権ないコンテンツ。めっちゃウケる、ね、めっちゃかわいそうなんだけど。 STU プライム。めっちゃ悲しい。アイドルなんて呼ばないで、アイドルなんて呼ばないで。ほん、私お誕生日じゃないよ。私は3月29日がお誕生日なの。でも私お誕生日プレゼントについてもう早速考え始めちゃった。
あ、この人が明日誕生日なんだ。そうなんだ。ウケる、うん、自分のことか私のこと、ウケる。明日のことか。来年のことを考えると鬼が笑うように、明日のことを考えると私は笑っちゃいます。わあ、おめでとう。のとしまへぐらさん、いちごありがとう。タンプレね、のね、考えたのいっぱい。りょうたさん、ハートありがとう。落語楽しかった。あ、私考えたんです、お誕生日プレゼント何がいいか。水族館の靴下、りょうたさん、ハートありがとう。水族館の水、こう何も後悔なんかあるわけない。うん、生誕 T シャツの販売ページでなぜかリコチの誕生日3月14日になってた謎。ん、それ姫の誕生日やないかい。私は3月14日が誕生日か、ホワイトデーか。水族館の靴下、チンアナゴ、え、チンアナゴ、え、え、なんで、え、よかった、え、指定タスク、え、そう、私、え、全然みんなと、そう、え、チンアナゴ系欲しい、チンアナゴの靴下とか。のとしまへぐらさん、ハートありがとう。そう、水族館でゲットできる靴下欲しい。もしね、みんなが私に誕生日プレゼントなんか送りたいな、でも何送ったらいいだろう迷った時は、水族館の靴下がいい、水族館のお土産の靴下がいい。それか、え、面白い靴下がいい。なんか靴脱いだ時に、靴脱いだ時にちょっと嬉しくなるような靴下がいい。いっぱい届くかな。去年私が皆さんバスタオルが欲しいんですって言ったら、本当にバスタオル届いたんです、たくさん。そう、おいさまコーヒーさん、バラありがとう。そう、あ、お菓子の柄とか靴下左右色違いとか、あー絶対可愛い。すでに違うの手配しちゃった。え、全然、なんかみんなが送りたいものを送ってくれたら嬉しいけど、でもなんかやっぱなんかみんなのその水族館のみんながみんなの地域の水族館の靴下ちょっと欲しい。私やっぱ水族館好きなんです。バスタオル10枚ぐらい届いた。困らんよね、もうバスタオルに。1年分の靴下届くかな。やっぱ靴下履きたい、みんなが。そう、靴下ファッションショーしよう。クラゲとか、靴下のサイズは 23.5 が入れば、 23.5 だ、私足のサイズが 23.5 だから、22から25なのかな。バスタオル10枚届いたから、本当にみんな送ってくれるじゃん。だって水族館、そう、私水族館の靴下、私チンアナゴのやつとか持ってるけど、リコチが持ってるかなみたいな、そんなの思わなくていいです。もう毛玉だらけになってて、ちょっと新しいのにしたいなって思ったりするので、なん竹は長めと短めどちらが好み。短め、もう長めも好きだからな。
短め短め。そう、靴下はないくらとも、待って、本当にみんな考えてくれるの、私のこのおねだりを。もうなんかおかしな靴下、 おかしな靴下。でも水族館の靴下、チンアナゴとかラッコとかついてたら嬉しい。でもみんながなんだろう、そんな、これはみんながもしリコチにお誕生日プレゼント送りたいなって考えてて、どれ送ったらいいんだろうって悩んだ時のため。別にリコチにお誕生日プレゼントなんて送んなくていいしみたいな、そんな風に思ってたら全然どうしよう、大量に届いちゃうかもしれない。あ、5本指ソックスとか私割と好きです。なんか気持ちいいじゃん足が。どこの水族館にも靴下、売ってると思う。何も後悔なんかあるわけないって。プレゼントで肌に身につけるものってオッケーなの。そうそう、めっちゃ届く靴下。そう、私だってファンの方からもらった靴下でも生きてるもん私。そう、ハンカチとかもいける。どうしよう、全世界の水族館の靴下が私の元に届いたらどうなっちゃうんだろう。あー眠くなってきちゃった、リコちゃん。楽しみにしてていい？期待して待ってていい？やばい、うわーやばい、めっちゃ眠くなってきちゃった。プレゼントはお手紙とか添えてくれてたら誰かが送られてきたかわかる。今日も元気にハッスルマッスルね。うん、そう、言ってくれる私のために水族館。ほにゃほにゃ、全然違うプレゼントだけど全然嬉しい。なんかみんなが選んでくれた、私を考えてくれたんだと思うだけでめっちゃ嬉しい。お手紙書いてくれたらめっちゃ喜ぶ。嬉しい。確かに。そろそろじゃあお風呂入るか、みんな。お城はキャッスル。お話し会の時にスタッフさんに渡せるん？それは初知り。でもなんか令和落語でスタッフさんに工藤理子さんに差し入れですみたいな、なんか見かけたんですよツイートを。私に届いてないんですよ。だから多分スタッフさん届、多分そういう系は届かんかもしれん。うん、そうだから差し入れとかも食べ物とかは絶対届かないしね。うん、だからうん、だからやっぱりプレゼント、そう事務所に、そうあの なんだっけプレゼントを送る支所箱んに宛てに送るのがいいのかもしれん。わいにゃむにゃむになってきた。じゃあそろそろ私は寝ようかな。お風呂に入って命の洗濯してこよ、師匠はお子さんに。苦しむね。あ、お腹が鳴ってる。じゃあ寝よっと。あったかいお風呂に入ってあったかくして寝よ。そしたら多分私のダークネスも回復しちょる。39位からジェットブラックスさん、
なんか私今多分複数形にした。アプロさん、かきひこさん、ひまわり29さん、しんさん、小型ペンギンさん、けんめいさん、ひでぶーさん、ぷーちゃん、渡辺さん、まちゃりんさん、まちゃりんさん29位、ガラスの幸福さん、わらびもちさん、伊藤ひろしさん、りょうじいさん、くにちゃん、サボトラ猫さん、ちとせちゃん、のりおすさん、いちるさん、そらともさん、ひろし BKK さん、ましゃさん、えんとつさん、ようくん、そらともさん、としきさん、ただちーさん、ゆうやさん、ぼやっきーさん、のぐちさん、たっきーさん、おひさまコーヒーさん、なべなべ所長、そして本日の秋元先生役はまさる先生です。ありがとうございます。きーさん、ベニスワイガミ、えびびさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は瀬戸内のおひさまさんでした。ありがとう。そして第2位は人生方向音痴さんでした。ありがとう。ありがとうね。そして第1位はハリーさんでした。ありがとう、ありがとう、ハリーさん、ハリーありがとう、ハリーありがとう。おー、そして私の配信を見に来てくださった皆さん、ありがとうございます。あ、支所箱なんでコンビニからは送れんみたいよ。マチャリンさんねえ、連番してる。一光さん、結婚してありがとう。ダメだよ、明日は頑張って8時から配信しよう。また普段の生活に戻して、でももし結構なんかおとなしいかもしれ、まあ普通に私いつもおとなしいか、朝はおとなしくても許されるんだった。そうだそうだ、うーん、よろしくね。みんな60日も配信続いてる、私奇跡かもしれん。60日もみんなに会えてありがとう。見てくれる方がいるおかげです。ありがとう。じゃあね、チャプチャプ、おやぽみちゃん。かわいい。あら、おやぽみちゃん。うん、ちょっと、ゆっくりするわ、みんな。お風呂の温度は43度。あと熱燗。これはディレイ配信見てみてね。ゆっくり寝て、マチャリンさん優しい。ゆっくり寝ましょう。マチャリンさんもゆっくり寝てください。編集とかもきっとやってるんだろうな、マチャリンさん頑張ってください。ソラナルさん、バラありがとう。おやすみメールも送るね。今何通送ったんだろう、もう6通ぐらい送ってる。美味しいご飯を明日は食べるんだ。わ、のりみおさん、バラありがとう。編集してる、やっぱりだ。まちゃりんさん偉い、頑張ってください。差し入れしたい。なんか、うん、何がいいかな。うーん、私のおにぎり。じゃあ天窓から月眺めながらお風呂入りますわ。高2が最高でした。ありがとう。鬼だよ、鬼だ。ありがとう。みんな私の配信を見てくださって本当にありがとうございました。明日は朝8時からよろしくお願いします。頑張って朝起きて、朝お散歩に行こうかな。きっとなんか太陽が出てたら、ん、明日って天気いいのかな。ちょっとそれだけチェックチェック、ドゥンドゥルルルンドゥ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 ン。ありがとう。お散歩しに行こうかな。
で、ヨーグルトも作ろうかな。えへ、じゃあね、みんな、また明日。ありがとう、私の配信見てくれて本当にありがとうございました。これからも配信、今日は60日という節目だったんですけど、これからも配信頑張るので見てくださると嬉しいです。じゃあまた明日、バイバイ。また明日、リコちゃんは寝るよ。みんなのこと かいかいしてあげる。お話し会もそうだね。もしリコちゃんにあのこと話したかったなとか、あのこと話したいなとかあったら、ぜひお話し会で。バイバイ、またね。またねです。健やかにね、月が綺麗だよみんな。